なスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ。うわこれがスーパーサイヤ人3だ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ、こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、俺はすみません。トワにとって魔人悟空さんたちと、ま、奴らが悟空あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。またあんた、どこ行ってもついてくるんだから。ほんとしつこい連中ね。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。いいだろ、孫悟空の前に貴様と決着をつけて1対1だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けるとでも。そういうわけだ。まさか私のミラが襲われている。いいですよ、ようやくミラにもダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。最高、俺だ。俺でなくてはならないのだ。貴様などに、貴様などに、貴様の本気を見せてみろ。久々に強敵に会えて嬉しいのね、ミラ。未来の世界じゃ強い奴は人を倒してしまったのね。新しい暗黒魔界の王の地。どうした貴様の力。ついにやりましたね、ミラの最後です。ミラがいなければトワも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。んだ、ちょっときついけどやるしかねえか。
サンキュー、助かったぞ。それに悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。うんだ、怖い顔になったってちっとも怖くないはず。悟空さん、とぼけた顔してとんでもねえ強さだ。人形がここまですげえやつだなんてありっこねえと思ってた。3人になるんだよな。変身犯の技みたいな。気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。だけど、オラには時間がねえんだ。悪いな。ブーに追わせてはいけません。ここで食い止めてください。俺の邪魔をするつもりか。しつこいな。締めちゃうぞ。1、2、3。さっきより食いが増えてないですか。
マジンブルー、俺の声が聞こえるか。なんだ。あと2日待てばお前よりずっと強いやつが現れる。きっと戦うと面白いぞ。だからそれまで地球を破壊するのはよしだ。俺より強い、そんなやついるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー、連れてこい、殺してやる。だから2日待ってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。約束だな、分かった。少しはマシな動きができるようだな。鍛え。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。キャー！幻？直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を時の狭間という時間の流れから少しずつ歴史を歪む。